どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、速報ということで動画ね撮っているわけなんですけども、心配なニュースがですね舞い込んできたんですよね。こちらですね、海外のブログはですねもうね速報を出しておりまして、ヒルトンホテルのね広報がですね昨日ね発表したということで、2021年の7月からですね2021年年末までの間ですね、アメリカ国内のですねヒルトンホテルでヒルトンホテルゴールドステータス、またねダイヤモンドステータスのね特典である2米分のねコンチネンタルブレックファーストは、いわゆるね朝食特典ですね、こちらをね消去するっていうことをですね発表したんですよね。いやこれはねかなり厳しいですよね。一応ね期間については2021年中ということで、2022年からですね一応ね復活する予定ということなんですけども、まあね外資系のね会社っていうのはですね解約ねするってなるとですね本当に一気にね遠慮なくねしてくるっていった形になりますんで、一応ねこちらは試験導入なんじゃないかなっていうふうに思っているわけなんですけども、今後もですね他の国とかもですね対象になるかもしれないっていうね心配がね拭いきれないですよね。日本ではですね2021年3月にですねヒルトンアメックスね発行が開始されて、クレジットカードね保有するだけでゴールドステータスがね付与されるということで、朝食特典がですねこのクレジットカードね発行するだけでね利用することができたわけなんですけども、これがですねもしね今後日本もねこの朝食特典がなくなるみたいなねそんな感じになったらですねクレジットカードね解約の嵐になりそうですよね。まあ今回の対応はですねゴールドステータスもね対象っていった形になるわけなんですけども、ダイヤモンドステータスの人もですね対象っていった形になりますんで、このヒルトンのダイヤモンドステータス価値というのもですねちょっとね下がってしまう感じになりますよね。でですね今回の発表ではですねこの朝食特典がただね消去されるっていうわけではなくてですね、一応ねそれの代替にあたるですねホテルクレジットっていうのをね付与されるそうなんですよね。でこの名前がですね正式名称がデイリーフードビバレッジクレジットということで、金額などの詳しい内容はですねまだね発表されてなくてですね、このデイリーフードビバレッジクレジットっていうのが、まあ、付与されるっていう話はねあるわけなんですけども、まあ10ドルなのか20ドルなのか、はたまた30ドルなのかっていうのがですね、でまたねこれが1人に付与されるのか、まあ朝食特典ね2名分っていう風になりますんで、このデイリーフードビバレッジクレジットがですね2人分に付与されるのかとかね、まあこういうのもですねまだわからないって言った形になるんですよね。ちょっとね海外のブログもね読み漁ったわけなんですけども、そこにはね記載のあるねブログとかもねあったわけなんですけども、まあこれがねどのぐらい信用あるのかねちょっとわからないっていう風になりますんで、まあね個人的にはですねまあ朝食特典をね消去して、まあそれの代替としてですねこのホテルクレジットがもらえるわけなんですけども、2人分のねホテル朝食分っていうのは結構ね値段が高いっていう風になりますんで、まあ朝食の代わりになるねホテルクレジットがもらえるかっていうとですね、まあそこまではねもらえないかなっていうふうに思いますので、まあもらえたとしてもですね10ドルとかね20ドルとかねいいとこなんじゃないかなっていうふうに思うわけなんですよね。いややっぱりねこの朝食っていうのはですね、まあ朝っていうこともありますんで外に食べに行くっていうのはね結構面倒じゃないですか。まあ国内であればですねそこまでね気にならないかもしれないんですけども、これがね海外とかになった場合ですねやっぱりちょっとね面倒な部分もねあるかなっていうふうに思いますので、まあこういったことを考えるとですねホテルのね朝食が無料でいただけるっていうのはですねかなり大きい特典ですよね。またね今回の対象ホテルについてはですね最上級ブランドのウォルドーフアストリアからですねダブルツリーバイヒルトンまでね入っておりましたので、おそらくね全ホテルが対象などではないのかなっていうふうに思うんですよね。またですねこのホテルクレジットを断ってですねポイント付与のね選択もできるそうなんですけども、こちらもね詳しいことがまだ発表されてないっていうふうになりますんで、まあこれもね発表されていくんだろうなっていうふうに思うわけなんですけども、まあ現時点ではですね朝食をね断った分のポイントっていう風になりますんで、まあいいとこ1000ポイントとか2000ポイントとかね、まあ、そんなもんなのではないのかなっていう風に思ってるんですよね。
またですね、ちょっとね話はそれてしまうんですけども、アメリカではですねこういったね対応がね広がってるっていうねこともね記載がありまして、まあ、今回ね正式に発表されたのがヒルトンホテルのね話なんですけども、マリオットボンボンホテルでもですねレストランが営業してでもですねこの朝食ね断ってですね1000ポイント付与みたいなねそんな感じで切り替えてね対応しているホテルもねあるっていう形になりますので、まあ、ヒルトンだけでなくですねマリオットもねこういう施策なのかね、まあ、どうなのかちょっとわからないですけども、こういった対応ねしてるって言った形になるみたいなんですよね。いや本当にね残念としか言いようがないんですけども、世の中ねこんな感じになってきて、まあ、だいぶね明るいニュースがね増えてきてるわけなんですけども、まあ、ホテル業界もですねかなり厳しいっていう風になりますんで、まあ特典ね削ってくるっていうことはですね予想してたわけなんですけども、まあ、これがね現実になってくるとですねかなりビビりますよね。ということで今回ね情報が入っていることをですね解説ねさせていただいたわけなんですけども、まあ、続報がね入りましたらですねまたね発信していきたいなっていうふうに思っておりますので、気になる方はですねぜひねチャンネル登録ねしといていただきたいなっていうふうに思います。まあ今回のねヒルトンホテルの朝食特典が2021年7月からね年末までなくなるっていうのはですねあくまでアメリカ国内のねヒルトンホテルのみね対象っていう風になりますんで、日本に関してはですねまだね、こちらは入ってきてないっていう風になりますんで、この点はね注意してください。ということで今回の動画ですねこんな感じで終わりたいという風に思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。